パークプレイス駅は、ブルックリンク、クラウンハイツ地区のパークプレイスと、フランクリンアベニュー交差点西側に位置する、ニューヨーク市地下鉄 BMT フランクリンアベニュー線の駅である。フランクリンアベニューシャトルが終日停車するが、当駅は地下鉄内で、シャトル列車のみが停車する唯一の駅となっている。南を見る駅は当初ブルックリンフラットブッシュコニーアイランド鉄道の近くにあった。 1896年にキングスカウンティ、高架鉄道によって路線の建設が開始され、1899年6月19日に開業した。ニューヨークシティトランジットオーソリティが東路線を廃止するか再建するか長期にわたり、検討を重ねていた頃駅はみるみるうちに劣化が進んだ。結局、ベッドフォードスタイベサントとクラウンハイツの住民が、 市に対し再建する要要望書を提出。これを受けて1998年から1999年にかけて駅を含む路線全体が再建された。ホーム上にある案内板1999年の再建後は短式ホーム一面一線の構造になり、ニューヨーク市地下鉄で規模は最小となった。南北方向の列車が同一ホームに発着する。 駅舎はホームに隣接している。駅舎にある改札の外には、パークプレイス南側に接続する階段が一つ、プロスペクトプレイス南側に接続する階段と、スロープが一つずつある。このため駅は ADA に準拠した障害者、対応駅となっている。ありがとうございます。